で、ここですね。ここで問題の何切れですね。ここで、ペイ切っとけば、もしかしたら上がってたかもしれないけど。あー、それでこの曲か。俺、この曲さ、俺、この曲間違えたのかな？これ、はめられたよな、3品。これ、はめられたよな。強いのは全部勝ちなよ。運ゲーだよ、バカ。運ゲー全部勝つやつね。ゲーねえだろ、マジでよ。麻雀負けたことねえとか、不可視だよ、みんなもう。麻雀は勝って負けるゲームなんだよ。俺、ジャンキン強えよ、つってよ。残剣全勝できるやついねえだろ。これ、運ゲーだから。ゲーム性理解しろよ。この3品、マジはめられた。うちのお母さん、80歳だけど、麻雀強えよ。だって負けたことねえもん。やったことないから。お母さん、一回、俺お母さんが麻雀負けてるの見たことない。それぐらい言ってことバカだからね。でこれは食いたん見てます。数ピンチーしようと思ってました。なんならもうチーピンも打たれちゃったんで、チーピンもチーですね。ギャンソーは泣かない感じです。で、ここですね。ここで問題の何切れですね。ここで、ペイ切っとけば、もしかしたら上がってたかもしれないけど、まあ、川を見てもらって、一応、二着目ではいるんだけど、まだ3000点しか差がなくて、で、かやもりと秋に、マンガン打っちゃうと、ひどいことになるのね。ラスもあるのね。で、安全牌をまず見てほしいのね。俺がここでペイ打った後に、例えば、秋からリーチ来てみ。俺がここでペイ打って、秋からリーチ来たら、安牌ないのよ、リアンピンしか。わかる？だから、パーピン行ったの。一応、ウーピン引いたら、ペイ切るけど、リーチ行って上がりやすいのは、やっぱペイのシャンポンだし、カンチーピンでリーチして上がりやすいと思わないし、まあ、アンパイなくしちゃうのがやばかったのよ。それで、そしたらこれ持ってきたの。で、これならば、何が変わったかっていうと、3ピンが一応これバン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 4枚。アンパイが1と2で増えたのよ。だから今度は、ペイに頼んなくても安全に行けて、なおかつパーピン引き戻した時には持てるでしょっていう話。で、終盤、チーピン持ってきちゃったけど、これも現物のパーピン打ってくれるかもしれないでしょ終盤。で、こう、で、E ピンは安全牌だから。100%。で、こう思ったわけよ。結構ね、普通なんだよ。手順。ここでリャンゾー打たれちまったから、本当だったらでもこれリーチしちゃうから、俺がリーチしたら園田さん打たないから。ああ、リャンウーソ。これもめっちゃポンテに見えたんだけど。この三蔵が当たっちゃう、サブローソが当たっちゃうと思ったの、これ数層持って。だから、一旦 E ピン切って、振り点だけど、3万の、あれ3万出てたよね、ここだ。3万と三蔵のポンも一応考えて、うん。で、リャンゾー通りました。俺がリーチしてたら園田が打たないからな、これも。で、ここからリーチ来ちゃったわけ。で、俺は超怖いけど、赤ウーピン引いて単品ドロドロだよ。で、リャンウーソー現物じゃないんだよ。もう行くしかないでしょ、これ。ああ。2枚ぐらい色！運よく2枚色！じゃーん！ 2 枚だ。まあ、2枚いればいいよ。ウーソー1枚、リャンゾー1枚。2枚いるからいいよ。うん。2枚なら、さすがに、6000オールの手で、2枚いたら怖いでしょ。さすがに。うん。なるほどね。これはちょっと読めなかったな。トイトイのイーシャンテ。ウーソーとウーピン。これちょっと読めないな。すげえ昇降してスッチーマンでリーチしたけど、このドラそば3枚使いのリーチが4枚も山にいると思わなかったな。掴んで、これは掴んで普通だな。こんなスッチーマンが4枚いるんだね。世の中わかんねえもんだな。え、カンパーソーでリーチしてないのこれ。なんでカンパーソーでリーチしてねえんだこれ。あー、ドラの9万を切ってまでってことか。カンパーソーの方が馬強いのにね。これ第1だ、急走とチーソーチーソー。あの、こんなスッチーマンより、カンパーソーの方が曲げやすいけどな。カンパーソーで曲げてたらどうなってたんだ俺。カンパーソーで曲げてたら、ここでリーチして2対3。で、俺のチーマンが通る。あ、どっちみち負けてた。全種類負けてる。バ
バカ野郎。全身負けてるわ。バカ野郎。ここまで楽しかったな。ここまで楽しかったな。ヤンサイロー、ヤンサイロー、ヤンサイロー、勝ち、積もったら勝ち、積もったら勝ち。バカ野郎、バカ野郎。26だったんだよね。俺も8000打ったと思ったよ。マジで。助かったよ、26で。うん。したら？チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。